はい、こんにちは、くんです。ということでやっていきましょう。人狼ジャッジメント、ロディ白ですね。わお、なるほど。人狼やりたかったな、めたいこと言ってるし。ポン、カミングアウト。お、カミングアウト。わし確定。あ、メアリー白か。あー、なんだそりゃ。アニのなんすか。カミングアウト。うん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 。アニの何。まあ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 、俺は復活。俺は何も言わんとこ。アニはトロールか。うわ、この編成でトロールしてくるか、きついな。この編成のトロールはきついですね。うん、まあまあしょうがないだろう。ていうかさ、ロディ黒は絶対ないよね。うん、確定でスライドって、うん、ロディ黒は絶対ないね。これだけは言えるかな。まあ特にそれ公言せんとこ。昨日ロディスライドについて、ロディは占い仕様からのスライドです。クリスと私、2人占いが出ている時点でロディは黒ではありません。例えばクリスや私が狂信者の場合、ロディ狼が見えているのに占いしようなんてするわけないですから。まあまあいいや。これ多分分かってないな、メリルとか。でそれについて言及してる人は、それについて言及するのはあんまおらんね。でこの村だと割と対抗かましたいから、メアリー黒軸だと考えるかな。メアリー黒出してもしょうもないから。ただケイヒはゲイル・アーニーだね。まあアーニーはしょうもないけど、あ、クリスが釣りをしてるのか、ゲイル・アーニーを。ってことはエマ・スーさんあたりかな。クリス強心がゲイル・アーニーが経費と主張。つまりここに黒は見えない。また猫部屋なので初日囲いしていると予想。メアリー黒軸で考察かな。ってことはエマかな。うん、クリスのゲイル・アーニー黒考察にエマは便乗。エマは占い一人ずつ進行提案してるけど、それリスク高すぎね。そんなこともない、わけわからん。あ、メアリーが殴ってるのか。ただメアリーと殴り合い。エマは謎の提案してるんだよね。今日は経費、あー、うん、占いが指定するという、うん、際立った進行を提案している。うん、ビルも喋ってほしいな。いや
裏面先見ていますよ。延長希望。明日試行開示します。延長希望。延長希望。ここに黒はないかな。ってことはやっぱスーザン・メアリーあたりか。スーザンは？安牌はスーザン。ロディ指定すんの？ゲルや、メリルやべえな。メリルスーパートロール進行だな。やべえな。やっぱこんな進行いたら勝てないよな。っていうか、この結構派手な村で。狂信も猫股もいる部屋で勝てないぞ。まあ、スーザン・メアリーだろ。今はね、こう尖った進行を提案してるんだよね。この占い師が、占い一人ずつでもいいよとか。まあ、絵巻吉のログでそんなことを主張するが、そしてメアリーとちょっとバチってた。ゲイル・スーザン。ロディ今あたりよく見るとそんなに考察をしないんだよ。ロディはまあメリー説明に、あーそこで対抗殴りか。メアリー黒が濃厚になってきたので、メアリー黒軸が濃厚になってきたので思考開示しますね。これまず読んでください。誰も主張してないのが謎ですが、ドディ黒なんて見れません。全員目線。1分前。んで次いいですか。エマ黒もありません。はい、スーザン・メアリー黒提出終了。今日はスーザン釣りを提案します。とりあえずスーザンかと。 OK。 カリウド今さらムーブだな。もう遅いよね。30秒。これさ、全回避にでもするつもりなのか。堅牢だぞ。クリスはロディ確定白の意味を、私の文章をよく読んできてくださいね。カリード対抗が出ないか。でゲイルを釣ると。メアリー黒。
スーザンの対抗が出ていないので、スーザン新起きとすると、これやばそうだな。10秒前。あ、うん、そこか。あ、夜短いです。アーニーしろってことにしよう。スーザンは狩人確定なので占い位置から除外。メアリーを占って黒を出しても信憑性が持てないので、エマかアーニー占い。クリスは日本語の勉強をしてください。ロディ確定白になる理由をもう一度丁寧に説明しましょう。あー、メリル違いますよ。ロディが例えば狼だとしましょう。彼は280より前に占い仕様をしていました、うん、もし彼が人狼であった場合は狂信者はわざわざ仕様してきません。狂信者から見たら人狼ロディが占い仕様してるように見えるからです。なのでロディ狼という線は絶対にありえないのです。うん、スーザンは彼と確定でしょう。あとはエマかメアリー。メアリー・ラストウルフでしょうね。占い漏れててもな、占い漏れたなんて言わないんだよ。対抗いないね。じゃあメアリー・ロディ・ロラで終了。メアリーからで。ロディは前述の通り狼はありえません。メアリー・クリス・ビルのロラで終わりです。よろしくいいえクリス、ロディは、盤面的にあなたから見ても確定白なんですよ。あなたはもう私を黒で追うしかないんです。メアリーって行く名はあります。エマちゃん冴えてた。エマちゃんクソ冴えてたな。冴え冴え猫股だった。エマに救われたわ、俺の占いトロールが。ビルかクリスかロディに剣。メリルさんは私の書いた文章を読んでくださいね。
うん。メアリー飲めるならどうぞ。メアリービル。クリスの順番に釣ってください。それで確定で勝てます。1分前。クリスは私の文章をよく読解してください。分かってないのか、占い師をしたことによる白さを。メリル、分かってなさすぎるので。エマがして決めるのでお願いします。はい。あぶねえ。あのさ、打ち明けていいですか。私実は昨日夜の時間が短すぎて占いできてませんでした。いや、それは終わってからにしよう。あまりにもメタすぎる。クリス、よく考えてみてくださいね。クリスが強振ならわかると思いますが、例えばクリス目線、ゲイルが占い師をしていたら、ゲイルが占い語りするんだろうなと思って潜伏するでしょ。さて、おしまい。まあクリスあってクリスだな。ほう、クリスに白出すか。あ、クリスに黒出すか。誰が狂心なんだろうな。クリスが人狼か。なるほどな。どっかに狂心が潜伏してると。まあ大丈夫でしょう。狂心解けるんじゃん。クリス人狼だな。クリスは俺に黒打たないとね、アウツだよ。クリス黒。おそらく狂心はアーニーでしょう。ロディ白。クリスで終わります。アーニーの謎の狩人 CEO が狂心だったんでしょうね。もうアーニー狂心決め打ってるから、まあぶっちゃけいいかな別に。ロディが狂心でないなら勝てます。クリス、ロディ強振の線もあったんですよ、クリス目線。クリス、自分が強振の立場になって考えてみてください。強振メアリーか。そうか、堅牢か。え、いや分からんはずだぞ。30秒前。あれ、これロディ強振の可能性あるのでは。
堅牢だからさ、アーニー非強心っての分かってたはずなんだ。最後はね、メリルトロールしてたな。打ち破ったな。もう新芽ぼちぼちに取って打ち破ったけど、これ大事な理屈な気がするんだけどな、このロディの占い仕様って。ロディが黒ってほぼほぼないんだよね、クリスとビルが強心じゃない限り。追えないんだよそんなの。まあ兄強心じゃん。なんだ、あーギール初日死んだからわからんかったのか。ギール賢いか。クリス基本的にないですよ、あのロディ黒で強心も CO してくるって。ほぼほぼ白です。まあロディ強心とかは疑うべきかもしれませんが、相当白いんだよなこの動き。実はこれめちゃくちゃ白い動きなんだよね、占い使用して撤退するって。新芽なさすぎるけど相当白い動きだよ。クリスそもそもそんなリア強っぽいムーブする強心なら新芽取って倒せるので無問題です。ということで